皆さんこんばんは、永井です。今車中泊の、まあ、途中なんですけど、ね、今夜って言ってもまだ6時だけど、さっき着いたばっかりで、今宴会始めてるとこなんですけど、今日は車中泊とか、まあ、釣り行ったりとかキャンプ、そういったことをやる人たち必見の動画となっております。なんと今日は、まあ、タイトルにもあるようにですね、ポータブル電源のご紹介です。ものがですね、こちらオールパワー S200、 オールパワーさんからご提供いただきました S200 っていうタイプの、あの小型のポータブル電源です。あのね、僕ポータブル電源って今まで使ったことないんですよ。今まであのモバイルバッテリーだったから、あの携帯しか充電してない、それしか用途なかったんだけど、こういうの欲しかったんですよ俺本当は。で、現物が、出来上がったものがこちらになります。これ見てください。コンセントの差し込み穴、あと USB の差し込み穴が2個、あと横行きますとここに、USB-C 端子挿すとこあります。この丸い穴はこの充電器本体を充電する穴ですね。で、しかも最大の特徴これじゃないの、これ見て、ここワイヤレス充電対応なんですよ。これ実はこれすごくない ね, ね, ねだから今日はこれをちょっとご紹介したいんですけども、僕もねまだそんな使ってないんであれなんですけど、ざっくり概要を申し上げますと、まずこれバッテリーがなんかリチウム電池だったかな。で、容量、このサイズで容量が41600mAh。で、皆さん大体モバイルバッテリーとかは持ってる方多いと思うんですけど、せいぜい5000とか1万、まあ多くて2万でしょう。これ 41600mAh、 非常に大容量です、この小型サイズで。さらにこのサイズで重さが大体何倍だったら 1.3 から4の間キロです。で、これは持ち運びに便利です、この薄さですからね。はい、まあ、電圧 100V、 AC100V ね、このコンセントなのね、これは1箇所しか付いてません。最大出力は 200W ということですね。で、瞬間最大出力は 240W ってなってましたけど、僕ね、電化製品ってあんま持ってないんですよ俺。キャンプも車中泊もそういうの使ってこなかったんで、そもそも持ってないのね。だからこういうのあったらそういうのも欲しくなるじゃん。まあ話戻りますけど、これ大容量 42600mm で、およそまあスマホだったら、まあ2000mAh ぐらいを基準とした場合ですよ、だったら約、17回ぐらいフル充電ができると。あと LED ライトとかだと、約12時間で、小型のファンだと約5時間、まあ、それ以上の容量のものに関してはまだ僕試してもいないし持ってもいないんでちょっと何とも言えないんですけど、とりあえずまずこれ本体ですね、中に入っているもの、本体が1つと、充電ケーブル、これ2つに分かれてるんですけど、まああれだよ、これ繋ぐだけだから、繋いで家のコンセントにぶっ刺して、これね、こういう穴になってます。これさっきのここに差し込むと、これで充電ができる。しかもなんか結構な充電速度みたいなんですよ。これ届いた時電池入れてみたらつかなかったんですよ。電池残量がゼロだったんですね最初で、その状態からすぐ充電開始したんですけど、多分ね、正確には測ってないけど2時間かかってないんじゃないかな、多分だけど、なんか気づいたらもう充電出来上がってたっていう状態になってました。それだけ急速充電が可能であります。はい、あとこれ持ち運びに便利な携帯袋、オールパワーさんのロゴが入ってます、これが付いてます。はい、こんな感じで、全部の内容物見てみるとこういう感じですね。一応言ってきますと、ビールは付属してませんのでご了承ください。これはオプションでお願いします。じゃあ続きまして、早速電源の方入れてみたいと思います。こっちか、これ液晶画面になってるんで、いきますよ。ここ電源ボタンこれです、これ押しますよ。えい、これつくでしょ、これね、どういう表示かっていうと、一番こっち側 99%、 これは本体そのものの今の電池容量です。で、何日か前に満充電して今 99% ですね。で、この隣にも99って書いてあるんだけど、これはね、何もしてない状態だとデフォルトでもう99って表示されるんで、これ何かこう
ぶっ刺すとこの数字が変わってくるっていうのも残りの充電できる時間らしいですよ。はい。でこっちにもねいろいろ書いてあるんですけど、これも、ね、説明するよ、一回なんか充電してみた方が早いよね。ちょっと待って、ね、どうしようかな。普段携帯電話ぐらいしか充電してないから、そんなにね充電するもんって今持ち合わせてないのよ。何個か持ってきたけどどうしようかな。はい、じゃあこれサーキュレーターのコンセントを差し込みますよ。でこれねちょっと見づらいんだけど逆光か、これ入れるでしょ、入れるんだけど、このサーキュレーターってコンセントに挿すとピッて音が鳴るんよ。今鳴らなかったでしょ、これまだ電気が通ってない状態で、これ横にこれ2つボタンがあるのね、見えるかな、 AC アウト USB アウトボタンがあるんだけど、この AC アウトボタン、コンセント使うときはこのボタンを長押しするんですって。ちょっと長押ししますよ。そしたらここの緑の点灯が赤に変わるんですって。じゃあ押します。はい、お、赤くなった。あ、もう表示されましたね。これ24アワー、このサーキュレーターだと24時間使えるってこと、すごくないこれ。じゃあこの状態でこいつつけてみますよ。これね、いいやつなんだよ、リモコンで。これでこれをオンにするとここの数字変化見てください。いきますよ、サーキュレーターオン。あ、ほら出た出た。あ、寒いか涼しいか分かんない、まだ。あ、電源入れると 2.2 時間。あ、こんなもんなんだ。 2.2、3 時間。ここは 48W 消費してるってことだよね。そうそうそう、こんな感じで、今サーキュレーターの風量は中にしてるんですよ。これ風量によって変わるかな、表示ちょっと見て。大にします。今 47W、 風量最大。あれあれ、これ最小、なんかあまり変わらんじゃん。あれ増えてる。今最小で 61W、風量中にします。あ、消えた。中でも風量変わりません。あ、変わんない。あ、これあれなんか家のコンセントじゃないとこの調整ができないんだね。 58W の 1.9 時間ぐらいしか持たないと。このサーキュレーターだとそういう感じなんですね。へえ、なるほど。コンセントを使うときはこういう風に表示されます。次何やる、 USB で何か充電してみるね。今電源ボタンを切ったのに風が止まりません。これはコンセントを抜かないと風が止まんないようです。じゃあコンセント抜きますね。あ、消えた。そういう感じ、調整ができないってことね、サーキュレーターだと。了解。はい、今は再び何もしてない状態です。で、皆さん多分気になってる方もいると思うんですけど、音ですね、音ね、今ねわずかにふーって言ってます。聞こえるかな、横から出てんのかな。少し音鳴ってますね。ちょっと一番気になるこのワイヤレス充電やってみますか。ここに携帯を乗せると充電されるんです。で、私の携帯電話は iPhone15 のプラスピンク色です。じゃあここに乗せてみますね。こんな乗せ方あるね、撮影しながら乗せるとかないでしょ。ちょっと待って、スマホ撮影だからカメラ変えるわ。はい、さっきはね、このスマホ撮影しながら置いたんだけど、そんなんじゃ話にならん。この状態で置きますよ。画面すぐついちゃう、ね、行きますよ。何も接続してませんからね。あ、ついた。ちょっとピント合わないな、近すぎてね、 GoPro だと。今充電されてます。微妙にちょっと分かんないね、これじゃ分かんないけど、緑色になってるでしょ。はい、ワイヤレス充電対応しております。ちょっとね、位置が若干シビアかもしれない。ちょっとさっきね、ずれて、若干ずれてる、若干ずらしておいたとき、
ポーンってなんなかったから。これね、今ボケてっけど白いでしょ。乗せますよ。ほら、乗っけただけで充電されます。これは便利ね。あのコード刺さなくて済むからね。ちょ、余談だけど、ワイヤレスできるの分かったから、せっかくだから USB つないであえて充電してみようか。まあ、ワイヤレスじゃなくて、まあ、このポートを使うためにわざとあえてこれ入れます。片手じゃ無理。お、来た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 、ポンッつね。まあワイヤレス充電対応してない場合は、まあこういう風に携帯も余裕で充電できると、まあ当然の機能でございますね。これはそんな感じかな。まああの軽いオートキャンプとか、あとまあまあザック背負っていくキャンプでもね、これぐらいだったら大きなザックに入れていけると思うんで、コンパクトで持ち運びやすい。あと車中泊にも、まあ、まさに今その状態なんだけど、ね、使い勝手がいい。このサイズだから置き場所に困らない。あとちょっと余談なんですけど、どれぐらいのものまでこれ動かせるのかなと思って、昨日家であの電気ケトル、お湯沸かすやつちょっと接続してみたんですよ。どれぐらいいけるのかなと思って。そしたらここのワット数こそ大した出なかったんだけど、多分ね30秒しないぐらいでね落ちる。うん、まああれだって1000ワットぐらいだもんね。あれだからあんまり高負荷をかけるようなことはやめた方がいいです。まあ当たり前なんですけど、電気ケトルは使えません。ということはどうなんだろう、 IH ヒーターみたいな、この車で料理できるみたいな、そういうのは使えるのかな。あれってどれぐらいの容量なのか分かんないけど、まあちょっとずつね、そういう家電もあの揃えていきたいなと思ってるんですよ。だって今まで車の中でだって火ガス使ってたから、換気とか面倒さえるさ、この時期寒いし、だからそういう電気系のものがあればいいなと。でずっと料理してるわけじゃないから、別に多少減り早くたってね、一品料理できりゃいい話なんで、まあ、そういうのをちょっと視野に入れてやっていこうかなと思います。まあ、ここまでなんやかんやいろいろやってきて、バッテリー残量96になってる、見えない、バッテリー残量96ですね。はい、でもなんでこれ23か、 96% で23時間なんだろうこの表示。ちょっと一回電源消してみましょうか。消すときはここの電源ボタン長押しです。消えた。でもう一回つけてみます。表示なんかねおかしい気がする。あ、ほらほら、また99に戻ったでしょ。バッテリー 96% の99時間に戻りました。一回電源消せばリセットされるんだね。なるほど。持ち運ぶときはこれに入れてね、それでカバンにシュッと入れておけば水も取り出せる、すぐ使える。これは便利だ。ケトル以外に家であのパソコンも充電してみたんですよ。ほら車でパソコン使う人多いじゃないですか。動画やってたりすると編集とか車でやるっていう人、だからパソコンでやってみたんですけど、あのね消費電力は結構あったような気はする。ちょっとね数字でちょっと正確なことは言えないんだけど、自分の体感で言うと2時間ぐらい充電して PC の方がほぼ満充電になったかなって感じで、ポータブル電源の方の充電残量が多分ね 30% 台ぐらいまで下がった。まあまあ使ったかなっていう感じで、まああくまで僕のパソコンがいつの3年ぐらい前のレイトリックっていうね、まあまあまあいいやつ使ってるんだけど、2時間で 60% 70% ぐらい電池食うような感じでした。まあスペックによって全然違うと思うんで、あくまで目安でお願いします。 あとこれほら、取扱説明書ちゃんと日本語バージョン載ってますんでね、ご安心ください。わかりやすく書いてます。はい、というわけで今回はですね、オールパワーさんご提供いただきましたこちらのポータブル電源ですね、S200 っていうタイプ、ご紹介させていただいております。まあ、商品の詳細はですね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。まあ、オールパワーさんこれだけじゃなくて、いろんな、タイプのバッテリー、ポータブル電源ありますんで、自分に合ったものをですね、見つけていただきたいんですけども、まあ、このサイズが一番なんだかんだ使いやすいかなって僕は思います。というわけで、まあ、私の動画を見てくださっている方は、大体の人が釣り人ですよね。そうですよね。はい。なので、まあ、まあ別にアウトドアだけじゃなくて、まあ防災用として、まあ家に1台、車に1台みたいな感じで置いとくっていうこともありだと思うし、いろんな使い方できると思うんで、ぜひですね、詳細から見ていただいて、この機会にポータブル電源
いきなり大きいのはちょっとっていう方にはね、一番入門しやすいんじゃないかなと思っておりますので、購入を検討してみてはいかがでしょうか。では皆さん、次回の動画もよろしくお願いします。私はこのまま車中泊動画の続きを撮影しますので、それはまた別であげますので、ぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。